皆さんこんにちは、まぬまぬです。動画のタイトルにある通り、今回は報告動画になります。私が活動を始めて約1年半ですかね、もうちょっとかな。初めてこういった形での報告動画になります。ここ最近思うように活動できてなかったんですが、なぜそうなったかをね、この動画で話していければなと思います。実は私 VTuber じゃなくて、まあじゃあ何者なんだって話なんですが、何者でもないんですよね。なんかネガティブだな。まあ立ち絵とかがないってことを言いたくて、それで画面が寂しくなっちゃうんでゲーム画面流してます。これから話す内容とは全く関係ないんで気にしないでください。本題に入るんですけど、私最近自分がおかしいなって思ってて、普段は YouTube に動画投稿したり、Twitch というプラットフォームでゲーム実況を配信してるんですけど、最近なぜかそれができなくて、2月に入ってからは特に SNS とかも見れなくなってきて、趣味で始めた動画編集がだいたい3年くらいになるんですけど、あんなに楽しかった作業が今は苦痛に感じてます。配信活動を始めて今まで仕事でできない日以外は、ほぼ毎日配信してきたんですけど、ここ数週間はすっかりできなくなってしまいました。プライベートな時間はほぼ活動に費やしてきたんですけど、というか活動自体が私のプライベートであって、本当に楽しい時間でした。仕事はなんとかギリギリこなしてるんだけど、家ではほぼ寝たきり。今までは配信や YouTube、SNS とかを見たりしてたんですけど、なんか怖いっていう感覚とはまた違うんですけど、見たくないって感じですかね。あと一番しんどいのは、喉が狭くなってる感じがして、呼吸しづらいことですかね。ガッと何かに集中してる時は忘れてるんだけど、気が緩むと、喉がこう、キュッってなって、うまく息ができない。でも実際には息できてるんですよね。あと寝るときは特に苦しくて、どんな体勢をとっても苦しく感じる。それでなかなか寝つけなくて、ここ最近はずっと寝不足です。たくさんの方から励ましや心配の DM いただいてるんですが、それに返信できないことが申し訳なくて情けない。DM とかありがたいし、嬉しいはずなのに、なぜか見れないんですよね。配信者仲間からのお誘いもずっと断ったり、保留にしたりして、本当に申し訳ない。こんなことになった原因なんですけど、今年に入ってすごくショックなことがあって、それが本当にトラウマ級で落ち込みましたね。1月はなんとか動けてたんですけど、毎日そのことをぐるぐる考えてしまって、だんだん息がしづらい時間が増えていって、今まで楽しかった配信や編集に手がつけられなくなってしまいました。配信が辛い、やりたくないとかじゃなくて、なんでか始められないんですよね。先日案件動画を出させてもらったんですけど、お話自体は去年から決まっていたので、台本とか構成は前もってできてました。で、残りの編集をはいつくばりながらなんとかやったって感じですね。私自身メンタルめちゃめちゃ強いと思って生きてきましたが、こんなことは初めてでとても困惑してます。もしかしたら自分が弱くて甘えてるだけなのかもしれません。もっと辛くても頑張ってる人もいるかもしれません。私には無理でした。耐えられなかった。でもこういう風に自分の状態を明かせたのは一歩踏み出せたってことかも。活動再開がいつになるのかはわかりません。1ヶ月後か、もしかしたら明日には元気に戻ってこれるかもしれない。最後にはなりますが、動画配信を見てくださってる皆様、活動を応援してくださる皆様、配信者仲間の皆様、活動を支えてくれてるスタッフの皆様、心からいつも感謝しております。この度はご心配おかけして、本当にすみません。こんな弱い私ですが、また強くなって戻ってくるので、
もうしばらくお待ちください。事前にお休みの報告ができず申し訳ありませんでした。それではまたネクストタイムでお会いしましょう。またねー。